横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないが大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。先制バッターは2番に入っている坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球陣弾き返した打球はレフトへ。打席には3番バッター木下、ワンアウトになっています。走ってきた、ヒットエンドラン、サード取った、ツーアウトになりました。さあ、そして打席にはビシエドが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。ライト方向を流しました、一二塁間を破る、ホームに送球、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁で、ダウンが出てしまいました、デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。バッターは7番木山、ドラゴンズこの回1点を入れています。さあ、先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。変化球打った、取った、一塁アウトでスリーアウト。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。木下が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。インコース詰まりました、坂本が抑えています。ワンアウト、バッターは2番に入っている茶谷、ベルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました、ショート取った、アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番辰巳、ツーアウトランナーありません。この回のベルセデス2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、理想的なピッチングだと思うんですよ。はい、そうですよね。インサイド落ちました、坂本、一塁アウト、スリーアウトです。2回になります、ドラゴンズの攻撃。打席には8番バッター山田、ドラゴンズ1点リードで迎える引っ張った、岡本、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている近藤、佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、インサイド落ちました、センターへ抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。バッターは今日 DH に入っている村上、まあ先ほどのヒットはいい当たり、初球打ち、高い打球入った、ホームラン、いや完璧、これはデッドボールということになります。バッターボックスは3番木下、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。デッドボールのランナー、初球打ち、この打球はフライになっています。中村が掴んでツーアウト、バッターボックスは4番ビシエド、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、いい打球だ、入りました、ホームラン、いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ちょっと低いライナーでしたが見事に持っていきました。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。打順は5番ハウエン、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。